はい、えー、こんにちは、柳瀬です。えー、今日は3つのことをお話します。えー、こんな人は落選をする3つのパターン。1つ目はですね、えー、SNS ばかりしている人。えー、SNS っていうのは、まあ、Twitter とか Facebook とか、まあ、皆さんも日頃から、えー、使ってらっしゃるというふうに思うんですけれども、おこの SNS とですね、付き合い方を間違えると、おこれは落選します。えー、もちろん、 いい面はたくさんあるんでしょ自分の活動まあ駅で演説しますよねそれをツイッターで報告をするまたフェイスブックに載せるこれは自分の活動記録としても役に立ちますし多くの有権者の皆さんにこういうことをやってるんだよということをお伝えするいいの有意義ですまたですね多くの方からああ頑張ってるねという言葉もなんてもらうと本当嬉しいですよねまあ励まされる うわけです活動のげ、まあ、源泉となる、まあ、僕もそうやってやってきました、えー、嬉しいものですよ本当にですから、まあ、そういったいい面もあるんですただですねこれ使い方間違えると本当悪い面が出てくる、まあ、過去こんな人いました、まあ、イケメンで若くて、まあ、ポスターもかっこよくって演説もうまいただですねこの人が、まあ、あっけなく落選したんですねなぜ落選したんだろうと いうことでまあ仲間内でま評判になってみんなでこう話したんですよ。そうすると一つのことが浮かび上がってきました。まあ、当時はですね SNS といえばミクシィというのが流行っていたんですけれども、まあミクシィに彼ずっといたよね。ずっといたよねということが判明したんです。まあミクシィ見てみるとですね、まあ5分おきというか、まあ相当頻繁にですね更新されて、まあ返事のやり取りとかいろんな人のところに行ったりとか。 しししていることが判明しましたつまりですね彼は、えー、このソーシャルネットワークの中にはいたけれども実際の活動はほとんどしてなかった、まあ、こんなことが明らかになったんです、えー、またこんな人も言いましたねあの、うんまあ、これちょっと結構最近の事例なんですけれども、まあ、分かる人に分かっちゃうと思うんですけれども、えーまあ、活動報告をツイッターでアップするわけですアップをしたらそれで活動終わり つまりですね、記念写真だけ撮ってるんです。ビラを配っている様子をパチリと撮って、ツイッターにアップする。で、活動終わり。えー、私、この人の話を聞いて、まあ、衝撃的でしたけれども、こんな人もいるんです。まあ、活動アップすればですね、なんかやった気になってしまう。アリバイ作り。こんな活動、何の意味もないですよね。えー、こんな人は落選する。二つ目。 えー、チラシや制作ばかりを作っている人、まあ、よくいるんですね。本当とよくいます。えー、これですね、まあ、制作にこだわりたい、よくわかります。それは当然のことですよ。いいチラシを作りたい、まあ、当然のことです。ただ、こだわりすぎなんです。どれだけそこに時間をかけるんですかいいチラシを作っても、それを人に渡さなければ、票にはつながりません。 いい政策を作ってもそれを訴えなければ票にはつながりません。つまりこの政策を作るチラシを作るいいクオリティのものを作るこれは大事なことなんです。でも限られた時間の中でやらなければこの素晴らしい政策いいチラシを人にお伝えするこの時間が取れなくなってしまうんですね。だからこんな人いました。えー、選挙のですねまあ一週間前ですねになっても。 いやなんかチラシがどうだこうだずっとこんなことやってる人いましたこの人も会えなく落選しました時間配分を考えましょうチラシや制作これはある程度の時間でしっかりと作りましょう大事なのは活動すする時間です、はい、3つ目、まあ、こういうようないろんなことがあってですね第1歩目が踏み出せない、まあ、こういう人多いんですね まあこれは私も政党の幹事長として、ですね本当にしかと後押しをしてあげなければいけないなというふうに思うんですけれども、おやっぱり何事もですね一歩踏み出さないと始まらないですよ。まあ、駅に行く、まあ、とにかく行ってください、えー、それでマイクを握るのが怖ければ、ですね最初は地声で構わないと思います、えー、おはようございます、行ってらっしゃい、ここからだと思います、えー、確かに怖いです、私も最初にやった時は怖かったですよお、でも行きました。 でも喋りました。無我夢中に喋りました。そうやってですね、いろんな人が、ああ、そこで立ってたねというところから全てが始まっていったなと。みんな最初は怖い。でもですね、一歩を踏み出さなければ何も始まらない。一歩を踏み出さなければ当選に至ることは間違いなくありません。この躊躇している時間が長ければ長いだけ、これは落選に至る確率が高くなる。まあ、間違いありません。 ぜひですね、あの皆さん、怖い、つらい、えー、いう思いあると思いますけれども、一歩踏み出していただきたいなというふうに思います。えー、今日ですね、申し上げたのは、まあ、SNS ばかりしている、してちゃだめだよと、これ、いい点もあるんです、でも悪い点もある、よく考えてください。それから、チラシや政策ばかり作っている、ここに時間をとらわれすぎてはいけません。えー、一歩が踏み出せないこれは勇気を振り絞って えー、なんとか一歩を踏み出してください。えー、この3点ですね。こんな人は落選をする、えー、このことをお伝えしました。えー、まあ、統一地方選挙に向けてですね。本当に多くの皆さん頑張ってらっしゃると思います。えー、寒い中、本当お疲れ様です。えー。ただ、あのこの活動をこういう活動をしていく中ではですね。いろんな落とし穴があります。うー、その落とし穴をまあ、こういうところに落とし穴があるんだよ。ということを私の拙い経験からですね。少しでもお伝えしたいという思いで、あの今日はお話をさせていただきました。 えまたぜひあの聞いてください。ヤ、え、ナ、ー、ちゃんでした。